どうもシャペンです。今回はもう昨日のことのように思えるんですけども、モンドリの開催からもう1週間以上経過しました。早いっすね。でちなみに今 YouTube に丸々モンドリのアーカイブ残ってますけども、これ時間経過すると非公開になっちゃうんで、自分の好きなコーナーとか、まあ当時のね発表の瞬間とかちゃんと見たいよということはもう公開されてる期間中にもう目に焼き付けておきましょう。でこのモンドリによって、まあ新規勢復帰勢の方はある程度増加したんではないかなと思われます。特にやっぱりルシファー界の影響はすごかったんではないかなと思われます。ということでこの動画その方向けとして、まあ毎年やってるんですけども、簡単なのに強い運極と題しまして、まあ、運極作成の難易度と活躍度合いがいい意味で見合ってないキャラクターを紹介していこうという企画でございます。ただここ最近はインフレも進んで、これに当たるキャラクターがかなり減ってしまったんで、この作成難易度と活躍度合いの差の大きさを、まあ、評価点として、まあ、前半の方は簡単でそこそこ強いで、後半の方は難しいけども大活躍っていう、そういう流れになっているんで、まあ、自分の PS とか手持ちキャラクターによって活用していただけたらいいなと思います。であくまでも主観意見なんで、まあ、皆様が思うおすすめ運極はどんどんコメント欄に書いていただけると参考になる方がいるかもしれないんで、よろしくお願いします。でちなみに鬼滅の刃コラボ期間中、まあ、刀の影響で周回しやすくなってる強子の書庫に関してのおすすめキャラクターを紹介してあるんで、まあ、これは概要欄からご覧ください。まあ、見ていく前に一応もうほんと改めて、まあ、運極って何っていうそんな知ってるわという方は飛ばしてください。まあ、一応あの時間のあれもつけときますね。運極の作成方法なんですけど、基本的には同じ星6のキャラクターを99体集めると運極達成という演出が入りまして、まあ、そのキャラクターが運極になるよっていう。でこの運極になったキャラクターを先頭にしてクエストをクリアすると、報酬画面の宝箱が2つになりまして、ある地の際はそれぞれのプレイヤーが適用されて、まあ、こういう状況になりますね。まあ、なのでなんでモンスターで運極を作るのかって理由は運極を作るためなんですよね。これを毎回言うと何が面白いんだってなりますけども、面白いんですよね。ただそれだけでなく、まあ、運極ボーナスとか、まあ、紋章とかメリットはいくつか存在しております。まあ、作った方がいいですね。であと大事なのは、毎月10日20日30日は一部のクエストを除いて全てのキャラクターが運極扱いになるモンストの日がありまして、ガチャゲンキャラクターを使用して、まあ、効率よく周回したかったり、まあ、あとそもそも運枠編成が厳しかったりする場合はこの日に合わせて周回することが大事になっております。ということで本題に戻りまして、おすすめ運極はこちら。まずはこの企画の恒例キャラクターなんですけども、サンクチュアリドラゴンと。このキャラクターは野間食いを進めていくことで報酬として運極の状態で入手ができると。でさらに野間食いを進めていくと、まあ、神化が解放されまして、でこれがおすすめの形態でありまして、まあ、貫通なんで味方に単純に当たりやすい。でギミック対応はダメ音地雷でも、まあ、直接的にゲームオーバーにつながる、まあ、ダメージギミックに対応していて安心感もありまして、あとゲージを合わせる必要もない。であとは爆発友情を持っているんで、まあ、味方の友情コンボ誘発できるんで、まあ、強友情のキャラクターと組んだらそれで火力に貢献できますし、このことからも運枠としてもう最低限の働きができると、邪魔はしないよってキャラクターですね。ただこれは去年も言いましたけども、さすがに時代感じさせる性能でありまして、多分10周年の沼食いリセットあると思うんですけども、ただそこで重心が来ないかなって思っちゃうぐらいですね。ただやっぱり運極作成には欠かせない周回する必要がなくて、まあ、最初の運極を作るための運極がいない状況ってのがあるんで、まあ、それを解消できまして、あと沼食いっていうと、まあこれ以外もやるメリットってのいっぱいあるんで、まあ、やっぱりこの時代にはぴったりのキャラクターではないでしょうか。でここからはクエストですね。まずは、究極キャラクターがこちら。いやでもここはもうほぼメンツ変わってないですね。やっぱりもう究極のキャラクターも実用感というよりかは、まあ運極を作る達成感とか、まあ運極数を増やすとか、まあ、そのメリットの方が大きいですね。ただ明確に仕事を持ってるキャラクターとしてはこの辺の。ただサモジロは長年そのレベル調整してアンチテーゼ運枠ってあったんですけど、まあ口実のキャラクターの影響でその必要なくなりましたし、まあギミック対応。まあでも多分バードリーはもう一生エリミネーターの運枠ですね。で続きまして激究極がこちら。まあこの辺から本題ですね。まずもうこの辺もシンプルに昔のクエストなんで周回しやすいですし、まあ、性能としても最初の方だったら扱いやすいなっていうのを揃ってますね。であとドリーとホールズブラックは今年情報修正入りまして、まあ2人とも結構いい情報修正だったんで、昔のクエストで周回もしやすいですし、作ってもいいんじゃないかなと思っております。で次も激究極でこの辺ですから、まあ、まだこの辺も周回しやすい方な気がする。天然は未だにコンプレックスの最適運枠と、まあコンプレックス自体結構厳しくなってきましたけども、まあだいぶ頑張りましたよね。この辺のキャラクターまあちょうどまあ簡単に作れるけどもそこそこっていう立ち位置で、最初の方だったら助かりますね。でこっからもう普通にめんどい、正直ただのおすすめキャラクターなんですけども、こちらはい、まあやっぱり注目はエマリでありまして、まあ進化がカルナで神化がダウトって両面とも豪絶の運枠だったのもすでに評価は高かったんですけども、まあ、さらに今年の2月で情報修正入って、まあ貢献度が高まったことから激究極の中でも1位には争うほどのおすすめ度合いではないかなと思われます。であとはこの辺ですけども、まあ割と最近のキャラクター、まあ日野エンマ、アウズンブラ、まあ日野エンマ言っても1年前ですけど、激究極にしてはスペック高いなと思うやつですね。でちゃんと仕事も用意されていて、でしかもアウズンブラに至っては3
三種豪絶転生ですからね、もう現代版のビオルド。ここまでが激給力でありまして、で超絶ですね。はい、福読みブルートスは長年おすすめしてるんですけど、まあ今年から入ったのがイダテンとアインスですね。イダテンは今年の情報修正で火力が強化されて、まあしかも回の携帯に元から加速エースがあったんで、それを2回発動できるって、まあ降臨キャラクターでは珍しい強みですね。でアインスはまだ最近の超絶で、まあ初期にもまだいなくて、あと天魔5の鉄線に目が行きがちなんですけども、まあ普通に3種ギミック対応で友情コンボ超強シャイニングピラー持っていても一撃の火力は高い。低難易度のクエストではワンパン狙えますし、まあ進化強化クエストとかの起用するのもいいんで、まあ、超絶の中だったらかなり作る価値はあると思ってますね。でここからはクエストの難易度というよりかはカテゴリーなんですけど、まずはコラボキャラクターと、大体のクエストはまあコラボというのもあって、まあ癖が少なく、まあ周回しやすいものが多いですね。で特に直ドルクエストは1日1回クリアすることで7体もらえるんで、作成難易度はかなり低いですね。でそれでしかも性能は逆に優秀になっているんで、まあ直ドルクエストキャラクターってのは結構おすすめしやすいですね。まあ、ただ今回の玉子はちょっとそんなにな感じでしたけど、であとまあコラボによってはさらに周回を助けるサイドエフェクトとかもアイテム、まあ、今回の鬼滅は刀ですね。であとはミッションクリアすることで運極作成できるキャラクターだったり、まあ今年のガンダムのアスランはミッションで作成できるようにして、まあ貫通でグロースフィア持っているんで強いなとなりましたね。であと趣旨とは違うんですけども、特定のキャラクターはコラボ期間中運極扱いでありまして、まあここ最近は有料ではあるんですけども、パックキャラクターも該当しておりまして、まあ、性能的にはまあ降臨キャラクター以上ガチャキャラクター未満感じではあるんですけども、コラボからスタートダッシュを切るにはうってつけのキャラクターでありまして、最初の運極を作るための運極がいないって問題点をこれで解決できるんで、これはいいシステムだなと思ってますね。で次がオラコインクエスト。すごい簡単なクエストを周回してオラコイン集めて、そのオラコインをキャラクターとかアイテムと引き換えできるよってイベントがありまして、まあ、とにかく運極作成の効率がいいっていう、一番簡単に運極を量産できるイベントだと思うんで、まあ、すごいいいイベントがありまして、もう昨年までは新春が定期開催で、もそれ以外コラボとかで不定期だったんですけど、ただ今年から新春開催が美食の旅路だったんで完全不定期開催ですね。前回が3月のテンスラコラボで来たんですけども、まあ、半年に1回はやってほしいなと思っております。でそしてラックボーナス優待キャンペーン開催イベントと、通常イベントでこちらも不定期に開催されるキャンペーンでありまして、宝箱が2つ以上の場合は1体は確定でドロップするよっていう、で2つ以上ということは運極を編成すれば OK なんで、まあ、このキャンペーン開催されるイベント、まあ、運極4体で周回すれば、まあ、濃厚を含めて5体は確定でドロップするんで、も効率がすごいいいっていう、まあ、なのでこのキャンペーン開催された場合はイベント期間中に周回することがおすすめですね。なんか割とこのキャンペーン開催されるイベントのキャラクターも優秀な印象がある。でさらに集めてラックラックキャンペーン開催イベントと、まあ、最初は運極2体分ラック198以上集めるとそれ以降ビスケット効果だよってボーナスだったんですけども、まあ、ただ現在はラック99なんで、まあ、運極1体作成したらもそれ以降ビスケット効果になったんで、まあ、発動しやすくなりましたし、まあ、このキャンペーンがある時もできるだけイベント期間中に周回すれば、まあ、効率よく運極が作成できますね。ということでここまでがまあ簡単なのにそこそこ強いっていうものだったんですけども、ここから難易度がありまして、まあ、頑張ったら大活躍運極、まあ、爆絶豪絶ですね。まあ、ただ今年から挑戦条件変わりまして、まあ、爆絶は挑戦条件なし、豪絶は、まあ、爆絶クエストを3種類以上クリアすると可能になったので、まあ、挑戦しやすくはなってますね。でまずは爆絶でこちらと、まあ、ただ言っても昔の爆絶なんで、もう最近の激給力よりも全然楽に周回できますし、そんなに気負わずにやっていいんじゃないかなと思われます。まあ、やっぱり爆絶で思うのはもう蓬莱がすごい運営に愛されてるなっていう。であとエデンも昔だったらというか、まあ、超砲撃型全盛期の時だったらすごいおすすめだったんですが、まあ、そこからだんだん評価下がっていってるんですけど、まあ、ただ逆に現環境ではもう火力がないことが有利になってるというか、まあ、これも運枠として重要な邪魔をしないってことなんですけども、まあ、その点から今年に入ってまたちょっと作ってもいいんじゃないかなっていう。でこの4体は初期で作成できるんですけども、最近の爆絶だとこの辺ですかね。まああとちょっと枠が余ったんで豪絶のカルナも入ってますけども、まあ、重心化でない代わりに今スペックをかなり盛られておりまして、まあ、普通に作る価値あるなっていう。であとカルナに関しては今年の情報修正がすごい良かったってのと、豪絶の中だったらまあ癖がなくて周回しやすいんで、ちょっとここに差し込んでますね。でそしてここから1体ずつ見ていきますけども、豪絶ですね。はい、まずはアンチテーゼと、もう長年レベル調整したサモジロとかグンワルが上位テーゼだったんですけども、ついにルシファーが完全にぶっ壊しまして、まあ、あの魔導士の倒し方というかビジョンベースとかも完全無視して、とりあえずルシファー当たっていったらもういいよっていう、もう運枠も特に考えずにもルシファーに当たりやすいキャラクターも貫通でブロック対応だったらもう何でもいいと思うぐらい完全ルシファーゲーになってましたね。でそしてアンチテーゼ、まあ優勝コンボ完全にもうだいぶ厳しいんですけど、ただまあ直殴りとか SS に関しては運枠の中でも未だに優秀な方だと思いますし、活躍の方法としても SS 満タンみたいな、まあそれを使ってワンパン高速周回していくっていう、もう独自の活躍方法があって、今だと村駆者が同じ強み持ってるんですけど、ただ村駆者の作成難易度は高いんで、どっちも作ってなかったら今でも作る価値はあるんじゃないかなと思ってますね。で続きましてダウト、まあ、昨年までダウトのワンパンといったら1号2号の SS だったんですけども、ただ今年はヤクモがなんと友情減にしまして、ザコ処理は成功法鉄製のキャラクターに任せて、まあ、ただボス削りはもうルミナスレイでもどんどん削っていく、もう簡単にゲージ通しワンパン狙えて圧巻でしたね。こちらもアンチテーゼに続いても完全に崩壊したっていう、もうどっちも一旦完全な特攻キャラクター出て終わりかと思ったら本当のバケモンに潰されるっていうのも共通してますね。でそしてダウトの性能としても全盛期は過ぎたと思うんですけども、ただ未だにライバルの少ないギミック対応セットというか、まあ、痒いところに手が届く性能とは言えますし、まあ、特に今回控えの冒険戦起用の近いっていうのがちょこちょこあったんで、
まあ、やっぱりコスパの面で言ったら未だにゴージャスの中だったらいいんじゃないかなと思いますね。でそしてアンフェアと、こちらも結構時間要したんですけども、ついに昨年のソロモン重心化で崩壊しまして、しかもアンフェアのクエストの運枠のアリアもさっき紹介した本田忠勝が運枠になっておりまして、本田忠勝作ってそれでアリアを作って、そのアリアでアンフェアを作るっていうこの黄金ルートがありますからね、かなり道のりが整備されてますね。でそしてアンフェアの実装からもう2年経過したんですけども、超強超弾の雑魚処理能力とマーキングミサイルのボス削り能力ってのは健在も未だに強いってなりますし、まあ、運極4体で適当に周回する際は最強クラスだなと思ってますね。まだでそしてプレデビュールと、初回降臨時はもうすでに開催が終わっていたコラボのエースが最適になって、しかも結構事故るクエストだったんで爆発で、まあ、なので安定周回難しいなと思っていたんですけども、ただその後に登場したアルスランが火力に加えて耐性もあったんで、もう安定感があったっていう、事故ることがほぼなくなったんで、もうアルスラン編成することによって一気に周回の難易度ってのは低下しましたね。もう積めば積むほど安心できる。でそしてプレデビュールは砲撃型かつ友情ブーストがなる超強スナイフバレットと電敵の反射衝撃波でも殲滅力がかなり高い。もう水属性のクエストが来たらもうとりあえずプレデビュールで大体解決できるっていう、まあ、全然低難易度だったら他の属性のクエストでも起用したいですし、現環境のその単体性能で言ったらもう最強クラス、もう相方とか抜きにして、まあ、なのでプレデビュールはもう頑張ってでも運極作成の価値は大いにありますね。もうアルスラン持ってたら頑張ろうっていう。でそして最後がサマー、まあ、現在入手不可能のコラボのワイルドタイガー&バーナビーが最適なんですけども、まあ、ただ通常キャラクターの茨城同士でも十分戦えますし、まあ、あと現在開催中鬼滅の刃コラボのネズコも適正となってるクエストですね。まあ、あと運枠として、まあ、珍しいケースな気しますけども、プレデビュールを先に作ってサマーで運枠として起用するっていう、当時の流れとしてはもう大体ね、まあ、プレデビュール終わってる人はサマー終わってましたけども、まあ、ただ最近始めたり復帰したりした人って、ね、アルスランとか持ってたら先にプレデビュール頑張って作るってのはマジでありな気しますけどね。でそしてサマーは強力な16方向レーザー EL 持ってまして、これを砲撃型の威力で放っている、まあ、複数編成時は反射なんですけども爆発で誘発できるんで、それが気にならないほどの殲滅力を誇っていると、まあ、とにかくいればいるほど強いんで、まあ、どんどん増えてほしいなと思っております。まあ、ということで紹介したキャラクターは、まあ、単体性能といいますか、その、まあ、掲示板とか野良マルチとかそういうラフにやるときに強いキャラクターなんですけども、現環境ガチで周回する際はそのヤクモとかのガチャゲンサポートする、まあ、ベジテパだとか離れここにもかなり優秀でありまして、まあ、この2体もかなり優先して作成したいんですけど、まあ、とりあえず最初は単体として強い運力を作っていいんじゃないかなっていう。でそして最後難易度不合ということで、もうこの企画においてチンクというか、そもそもお金があったらガチャゲン運極が一番この企画の正解なんですよね。まあ、ガチャをいっぱい引く時間ぐらいで、難易度としてはモンスト関係ないんで、まあ、この企画では触れてなかったんですけども、ただまあ現在開催中のキャンペーン、新規ユーザー限定で7日間は 50% オフってので、まあ、半分の価格でガチャゲン運極を作成できることからかなりチャンスな期間ではあるんですよね。それこそもう終わっちゃいましたけどルシファーみたいなやつが来たら大チャンスなんで、まあ、今すごいキャンペーンやってるよということで、まあ、ちょっとお金に余裕がある方は狙ってみたらいかがでしょうか。ということで今年のまあ簡単なのにそこそこ強いキャラクターから、まあ頑張ったらめちゃくちゃ強いキャラクターを紹介していきました。よかったらコメントや神谷さんのご意見どしどしお待ちしております。あとすでにチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつなぎますんでよろしくお願いします。これからもぜひ、ではご視聴ありがとうございました。簡単さよなら。